私の名前はキンゴ。創価学会に入会したばかりの飼い主陽子さんに仏法用語を教えるのが私の使命である。よし、いけいけ、もっといけ、そこ、チャンスチャンスチャンス、ゴール、わー、ゴール決まった。やりましたね。この時間まで起きている甲斐がありました。ねえキンゴ、知ってる？あの選手、試合の時は縁起を担いでカツ丼しか食べないんだって。そうなんですね。でも縁起って本当は担ぐものではないって知ってましたか？え、そうなの？ちょっと陽子さん、試合は見なくていいんですか？キンゴがそんなこと言うからこっちの方が気になっちゃった。教えてキンゴ。わかりました。ハーフタイムの間に縁起とは何か、キンゴにお任せください。一般に縁起でもないとか縁起を担ぐなど、不吉なことや幸福の前兆という意味で縁起という言葉が使われていますが、本来の意味はそうではありません。もともとよりて起こると書くように、あらゆる物事は様々な原因や条件によって生じるという仏法の教えの一つです。人間も自然もあらゆる生命は互いに支え合い、育み合って存在しています。今の自分があるのも様々な人のおかげです。そのことに感謝し、自分がその恩に報いていくということが縁起の思想なのです。周囲や環境に支えられて自分が存在しているというのが縁起の考え方なのです。サッカーも周りの選手の支えがあってパスがつながってゴールが決まるもんね。ほう、陽子さんもそういう見方ができるようになりましたか。あ、後半始まりますよ。見なきゃ見なきゃ。よし、後半も頑張れ。